じゃあ、シャワー室ですね。てか、1階の状況も気になるしね。エレベーターすぐついとったよ。そう。地下へ。あ、地下への階段なくなっとるわ。ここにあったやつ。で、あとは変わりなくかな。中庭があって。変わりないね。音楽室ね。昔ここ当直室やったんやけど、2から廃止になったね。じゃあシャワー室へ。ごくり。あれ？え？風呂場はい。あ、更衣室か、これか。あ、なんか、直接的になったんだ。更衣室？あれ、あれ？ここが更衣室なんだ。風呂場来とったもんね。セーブ前で。さすがにこの時間には誰もいないようだな。よし、問題なしだ。おらんのか。さて、他の部屋の見回りに行くか。元気、あ、早速。バラ組の部屋で作戦会議を行います。何の？菊之丞。何の作戦会議？バラ組からか。嫌な予感がするな。行かない方がいいかもな。ゲームがそう言っとる。ああ、じゃあどうしよう。売店でも行っとくか。写真あったら買っとかんなんしね。ここね。こんな時間にさ、ああ、コーラン。せっかくやから喋っとくか。コーランが食堂？珍しいね。あ、カンナもおる。そうそう。食堂で言えばカンナの場所やしね。こんなもの、なんでもないだろうが、喧嘩してない？せやから無理や言うてるやろ。人の話は聞かなあかんで。とうとうここも喧嘩するなったか。おい、二人ともどうしたんだい？隊長、聞いてくれよ。コーラのやつがさ、納豆を食わないんだよ。外人にはかなりきつい食いもんって話だよね、納豆。納豆にはすごい栄養があるから食えって言ったのは、コーラのくせにどういうこと？ブーメロン。なんなん。いや、納豆好きやけどね。付属のタレとからし入れて、めちゃくちゃかき混ぜて食いますね。あわあわにして食う。納豆？確かに、納豆の凄さを見つけたんはうちやけど、それとこれとは話が別や。あんなネバネバした食べ物、うちには無理なんやって。うちは関西育ちやなんやさかい。納豆は苦手でええんや。応援班もそう思うやろ。大阪人は食わんのか納豆。そうだな。無難な、上か？あ、下もありだっかな。ネバーギブアップだってボケてみるやつ。好き嫌いは仕方ないね。俺にだってどうしても食べられないものがあるしさ。なんなんやろ。自分は紅茶がダメですね。そうやんな。好き嫌いがないなんて、カンナハンこそ特別なんやね。あ、やべ、下がった。何言ってんだよ。あたりにだって嫌いなもんぐらいあるさ。ネバーギブアップが正解だったか。ほんまかいな。カンナハン、何が苦手なん？食いもんか。カンナ苦手なんのはヘビーやよね、ヘビー。食いもんではないけど。ヘビー食いもんじゃないヘビー、そんなん誰でも苦手に決まってるやろ。というわけで、オチがついたところで、うちはもう行くわ。ほな。カンナ下がったのきついな。ちょっと待て。落ちたってついてない、
ついてないだろうが。おい、こら、納豆はどうすんだよ。ちょっと待てったら。納豆を持って追いかけてったのか。二人とも行っちゃったか。コーラに納豆を食べさせる話はどうなったんだ。持ってったんじゃないの、こんな。まあ、いいか。俺も他の場所に行こう。うん、忙しいな、キネマトロン。新作ブロマイ、あ、売店やな。ブロマイド、好評発売中。椿、そうだね。新作ブロマイドか。後で売店に行ってみるか。今から行く予定やったんですよ。じゃあ行こう。しかもさ、かなりの人数の変わんないよね。絶対間に合うように作られてんのかな。そうやばな。だって、5はないぐらいで終わった気がする方って。あ、大神さん。夜の見回りですね。毎日ご苦労様です。ありがとう。椿ちゃんも売店の片付けご苦労様。大したことないですよ。この前上演した海神別荘が大人気で、何それ、ポセイドン。今でもたくさんのお客様がパンフレットやブロマイドを買いに来てくれるんです。誰が主人公、誰が主演なんだろう。カンナ最近やってないとか言ってたしね。海神、それはすごいな。つばきちゃん大忙しだしね。大忙しだね。甘がみするな今日。へへ、嬉しいですよね。こんなにお客様に喜んでもらえるなんて。あ、ある、海神。海神ベストある、右側のやつ。あれ、桜かな？だいぶぼやけとるけど。あ、左手に青い鳥ある。アイリスとレニの。おー。私、定劇の売店で売り子をやれて本当によかったです。あ、そうだ。大神さん、ブロマイドどうです？新作ができてるんですよ。ちゃんと8人分あるんかね。そうだな。まず買ってからかな。まあ、8人分あるわな。買ってくれるんですか？へへ、ありがとうございます。では、お選びください。花見の皆さんのブロマイドが揃ってますよ。さあ。スミレだけなんか、眩しいな。レニー、どうした？いじめられとる？寒すぎん？まあ、攻略されとる感じ的に、スミレのは買われてないんかな。まあ、いただきましょう。なんか、引退したかのような。うん。で、段は変わらず50銭。で、話していくか。ところで、つばきちゃんは、結婚ってどう考えているんだい？おい、ハラスメントやぞ、それ。完璧に。え、結婚ですか？そうですね。憧れちゃいますね。割と適齢期なんだよ。二十歳前後やろ。好きな人と一緒に一つ屋根の下で暮らす。はぁ、いいですね。でも、私には結婚早いかな、なんで？私のこと好きになってくれる人もまだ現れてませんしね。どっか、なんだろう、目に見える人以外結構従業員いてそうやけどね。職場恋愛とかありそうやけど。なんならお客さんとかでもファンいてんじゃない？え、そうかな。それに、今はかすみさんやゆりさんとお仕事をしてる方が楽しいんです。だから、結婚なんて、まだまだ先の話ですよ。実感ありませんもの。あ、これだけ？選択肢ないんだ。じゃあ行くか。結婚の話はセクハラやぞ。それじゃ、そろそろ行くよ。つばきちゃんも売店の片付け頑張ってね。はい、もちろんです。商品の整理はもうすぐ終わりますし、明日もたくさんのお客様が来てくれますからね。準備をしっかりとしないと。あ、そうだね。売店のことはつばきちゃんに任せたよ。なんか新人雇えばいいのに。あ、てか、おったな。普通でなんか、一瞬だけおったやつ。了解。大神隊長。売店のお仕事、頑張ります。えへへ。かわいい。ははは、頼りにしてるよ。
それじゃ俺は見回りに行くから。まあやりたいことはできたね。ちゃんと写真撮ったわ。にしてもやっぱ全部勧誘にはできとるよね。どこだろうか。織姫音楽室に行ってそうやけど、舞台なら誰か練習してんじゃない？ダッシュとかできないんかな？なさそう。あれ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 、あった！え、これ3でもあったんかな？マリア。アリス、もう寝る時間よ。お稽古は明日にしましょう。アリスやってたんだ。もうちょっとだけする。アリスまだ眠くないもん。マリア、アリス、どうしたんだい？あ、隊長。いえ、アリスが稽古を続けると言って。レニーはいないんだ。お兄ちゃん、聞いてよ。マリア意地悪なんだよ。アリス、いっぱいお稽古して、いいお芝居にしたいのに、寝なさいっていうの。またこういう系か。どっちかせ、肩持ったらどっちか下がんのよ。無難なやつあるかな。ねえ、お兄ちゃんからもマリアにお願いして。いいでしょ？なんかいい選択肢、くるというか、わかりやすいのあってほしいな。そうだな。ああ、これか？これかな？俺が稽古の相手をするよ。アリス、それでいいかい？マリア、どうだ？アリスは絶対上がるな。マリアが何を言ってるんですか、隊長！って、下がるかな？本当？うん。アリス、お兄ちゃんとお稽古したい。隊長、やばい。いいじゃないか、マリア。アリスがこんなにも頑張ってるんだからさ。隊長が言うんならってなるか？アリス、その代わり、俺と稽古をしたら、今日はおしまいするんだぞ。余計目ギンギンになっとるけど、大丈夫？はい、わかりました。お兄ちゃん、ありがとう。ありがとうか。棒読みすぎたわ。では、稽古するのは、夜の街で、マリウスがコゼットに愛の告白をする場面です。コゼットはアリス、マリウスはレニですが、隊長、お願いします。選択肢ありそうだな。ああ、わかった。俺がコゼット役のアリスに愛の告白をするんだな。ボリューム系来るかな？お兄ちゃん、お願いします。では、隊長のセリフをお教えしますね。やっと会えたね。この時をどれだけ待ったか。愛しているよ。愛しているよ。最後のセリフは優しく、心を込めてくださいね。あー、ボリューム系来るな。ちっちゃくかな。アドリブでもいいからね。いいお芝居をしようね。ああ、わかった。それじゃ、始めようか。やべ、もう忘れとる。これ、早く、せんなやつ。やっと会えたね、やったっけ？やっと会えたね。これじゃないの？急がないと。愛してるわ。さあ。愛してる、囁く。囁く。心を込めてって言ったんだけど。上かい。マリウス。愛しているよ。世界中の誰よりも、君のことを愛しているよ。終わって。危ねえ。最後、たっぷり心込めたから。はい、そこまで。よく頑張ったわね、アリス。いい演技だったわ。ああ、普通に読みたかったけどな、アリスのセリフも。あれ、読んどったら間に合わんのよ。実況的に。お兄ちゃんが相手だったから、ちょっと照れちゃった。隊長もお疲れ様でした。そうですね。台本に書かれている通りに演じていただけましたから、いい稽古になったはずです。ちょっと外した方がよかったかな。二つ目のセリフの時、すぐコゼットに答えたのは本当にいい演技でした。ああ、あれはあれで正解だったんだ。すぐ選んだもんね。本当にいい演技でしたね。最後のセリフ、優しさが伝わってきて、とても良かったですね。上がるかな？お兄ちゃんの気持ち、すごく伝わってきたよ。
逆にドキドキしとるんじゃない？稽古とはいえ、結構難しいものだな。マリアも上がってほしいな。ええ、そうですね。それで、今の稽古を通してですか？うん。お、マリアも上がってくれた。しかも2段階以上。素晴らしい演技でした。機会があれば、共演してみたいですね。大神も舞台出ていいんじゃないの？ダメなんかな？ありがとう。なんだか出れるな。じゃあ、アリス。俺との稽古はどうだった？あ、また上がってくれる感じ、アリス。絶対上がるやん。あ、1段階か。お兄ちゃん、ありがとう。今度お稽古するときは、もっと上手にやってね。不満やったん。ああ、わかったよ。きちんと演技の勉強もやっておくよ。まあ、演出家やからな。演技もできんとダメか。それじゃ、これで今日のお稽古はおしまいね。はーい。じゃあ、アリスもう行くね。バイバーイ。風呂場とか行かんかな？あ、アリスったら、台本忘れて、あ、届けてくれって話？隊長、ありがとうございました。本当に助かりました。何この横マリア。いいね。これはこれで。ちょうどいい機会だし、マリアに結婚会について聞いてみようかな。誤解されんか？聞こう。アイリスにも聞いといた方がいいよね。なあ、マリア。少し聞きたいことがあるんだけど。はい、何ですか？結婚って、どういうものなんだろう。俺、まだよくわからないんだ。マリアも大概なんじゃね？結婚ですか？ドキドキしとるな。そうですね。私もまだ。なんか勝手に上がってくる。でも隊長が真剣に考えてくださるなら、私も、いや、なんか勘違いしとるな。ああ、俺も総合演出をすることになったし、真剣に考えてるさ。アンジャッシュ。すれ違いコントになっとる。わかりました。そこまでおっしゃるなら私も考えています。おい勘違いしたまんまやぞ。大丈夫か？頼んだよマリア。それじゃ俺は見回りに戻るから。あ、私ももう行きます。それじゃマリア、また後で。ほっこりしとるよ。この時間帯で聞けるってことなんかな？どうしよう。スミレの当てが外れたけど。楽屋とか、音楽室間違いなく織姫おるやろ。夜に弾くかな？来い、おる。あ、注意さん、どうしたですか？ピアノでも弾きに来たですか？いや、いつもの見回りだよ。音楽室に問題がないか見に来たんだ。なんか弾いてくれるかな。それなら大丈夫です。ここには私以外誰もいませんよ。そうか。で、織姫くんは何をしていたんだい？ピアノでしょ。腹立つ顔。私はですね、今度の舞台で使う音楽を考えてたんです。作曲？あ、選曲かな。舞台に広がりを持たせたり、芝居を華やかに見せたり、音楽の役割は重要なんですよ。なるほど。さすが織姫くん。音楽について詳しいんだね。それはもう周知の事実やからもう。この普通の織姫好きやな。シンプル美人。周囲さん、もしかして舞台で使う音楽のこと忘れたんじゃないですか？完全に忘れとるね。眼中になかったわ。え、それは、ああ、上にしたい。上か？あ、やべ、下がるこれ。やべえ、やったわ。織姫くん、頼んだぞ。音楽のことは、ユニ任せた。ワンチャン上がるか？まったく、注意さんは調子いいですね。あ、上がってくれた。
ありがてえ。でも、OK です。この私が音楽監督をしてあげまーす。よかった。オリームくん。この顔働くつ。成功会議団の音楽は一人で作るものじゃないです。みんなで作るものです。それぞれの得意なことを集めていけばいいんです。ちいさん、そうでしょ？ありがとう。俺もできる限り頑張るよ。この次までに、ちいさんは舞台のイメージを私に伝えてくださいね。ああ。これは荷が重いというか違うな。ちゃんとせんなんね。織姫にも影響するから。そのイメージに沿って、私は作曲しますから。やっぱり作曲な。すご。ああ、わかったよ。今夜中にちゃんと台本読んでおくよ。ふふ、お願いするですよ。それじゃあ私はそろそろ行きます。今日は星が綺麗ですから、いい曲が書けるかもしれませんからね。作曲できんのすごいね。ちゅういさんは見守る続き頑張ってくださいね。ちょうどいい機会だし、織姫くんに結婚会について聞いてみようかな。どうせまた勘違いするんちゃうん。あ、織姫くん、もう少し話をしてもいいかな。はい、いいですけど、何のお話ですか？いや、今回の舞台でコゼットとマリウスの結婚のシーンがあるだろ。それで、俺自身、結婚について考えてないといけないと思ってさ。こうなるわな。こうなるわな。めちゃくちゃ可愛い織姫なったやん。お母さんもこんな感じなんかね、すげえ似て、撮ったよね。2で写真で撮ったけど。あ、ちゅういさんも結婚について考えてくれたんですか？小さなことだから。私から言わないとダメかと思ってました。モテモテやん。てか、スミレとの関係って、どこまでどうなってんの？なんかもう、支配人クラスにはもう、婚約してから、しとるかのような状態やけど、こいつらそういう仲ってこと知らんわけないよな。ワンチャンまだ大神との関係望んどるもんな。マリアもそうやったけど。そんなことないよ。俺だってちゃんとしようと思ってるんだから。舞台演出のことな、これも可愛い。死ぬほど可愛いよ。今すぐに返事しないとダメですか？いや、また今度でいいよ。でも、早めに頼むね。もうプロポーズしとるやん。はい。わかりましたです。なるべく早めにお返事します。ちょっと、庭園の中を散歩してきます。なんだか、ドキドキして。いい曲書けるんじゃないの？その気持ちの、その気持ちを表現した曲を作ってほしいな。あ、そうかい。もう遅いから、早めに部屋に戻るんだよ。やべえ、どんどん勘違い単位が増えていく。織姫くん、どうしたんだ？すごく慌ててたけど。まあ、いいか。さて、俺は夜の見舞われ続けるか。鈍感も過ぎるからな。この体調。さて、楽屋、中庭誰かいそうな気配するね。いや、もうわからんしな。スミレ、部屋におるとかかな。誰かおる？ふぅ、春とはいえ、まだ夜は寒いな。死が、おーれに。ほら、アリス。あれが、おい、アリス、寝たんちゃうんか、おい。部屋行ったんちゃうん。乙女座だよ。ん？アリスとレニがいるのか？おーっと、花丸ってつけました、2で。なんか、アイコン怖いな。どうしたんだい？あ、隊長。あ、お兄ちゃんだ。夜の見回りをしてるの？おい、アイリス。寝るんちゃうんか。ああ、そうなんだ。それで二人とも何してるんだい？夜景というか星、天体観測？ああ、アイリスと星を見てたんだ。レニーって星のことすっごく知ってるんだよ。
いや、ただ方角を知りたい時とか星を見ればすぐだから。本当にそれでわかるんかね。それにね、彦星様とか お星様のお話もたくさん知ってるんだよ。それは星が好きだから。照れたレにもなんかもう当たり前になってきたな。2の前半なんでずっとツンとしょったしね。そうか、レには星が好きだったんだよな。あれ、2でもその話下りあったっけ。俺にも星座の話聞かせてくれないか。うん、いいよ。星の話。あれが獅子座、その上にあるのが大熊座だよ。大熊座だよ。大熊座だよ。ゆえん。なるほど。星をゆっくり見なんて久しぶりだな。どれなんかな。あ、流れ星だ。流れ星が見えてる間にお願い事を3回唱えると願いが叶うんだって。それはまあ終日のあれじゃない？へえ、そうなんだ。じゃあみんなでお願いしようね。流れ星早く見えないかな。これ早く選択する感じか。あ、流れ星だ。あー、うまい、上舞台が成功しますように。もう一回、もう一回、まあ、真ん中ラスト下かな。真ん中でした。ただうまく3個いったね。うん、これ他の2人上がるんかな。よし、3回唱えられたぞ。お兄ちゃん何をお願いしたのって言うかな。ね、お兄ちゃんお願いできた。ああ、なんとかね。どんなことをお願いしたの。ねえ、アイリスに教えて。舞台が成功しますように、みんなの期待には応えたいからね。まあ、無難なとこですよね、これ。上がっていく。アイリス結構上がったんじゃない。うん、そうだね。アイリスも頑張る。お、レニも上がる。僕も頑張るよ。この舞台は隊長と僕たちの舞台だから。従順やな。ほんと隊長に懐いとるもんね、あの2のあの一件以来。クシュン。レニー大丈夫、風邪。うん、少し冷えたみたい。もう行くよ。アイリスはどうする、残るかな。もう少しお星様見てる、すごく綺麗だから。今度はアイリスの結婚の話する感じか。そう、わかった。じゃあね、アリス。隊長、よろしく。え、これ聞かん方がいいとかあるんかな？ね、お兄ちゃん、お星様綺麗だね。うん、ちょうどいい機会だし、アリスに結婚会について聞いてみようかな。また勘違いするやつやろ？なあ、アリス、少し聞いてもいいかい？うん、何？アリスにわかること？ああ、今度の舞台でアイリスはマリウス役のレニと結婚するシーンがあるだろう。それで俺も結婚について考えないといけないと思ってさ。結婚ってアイリスのこと？あ、そうだよ。だからアイリスの考えも聞いておこうと思ってさ。もう聞き方が悪すぎるな。勘違いするようにもう聞いとるやん。大神は何も考えてないんやろうけど。うん。お兄ちゃんがアリスのことを考えてくれて、嬉しい。アリス、まだ結婚のことよくわかんないけど、ちゃんと考える。だから、ちょっと待ってて。昔ならもう13、14で結婚しといても、いいよね。だって、もっと昔の江戸時代とかなんてもっと早くから言い名付けとか、なんだ、子供も産んでなかったっけ。小6とかで産むんだってことで、なんか歴史で、なんかね、思った気がする。ああ、わかった。じゃあ、その時にちゃんと話をしようか。うん、お願いね、お兄ちゃん。なんならワンの時なんかもう、フランスのお父さんお母さんに結婚するとかってなんか紹介しなかったっけ。それじゃあ俺は見回りに戻ろうかな。あ、アリスも行く。なんだか喉乾いちゃった。それじゃあアリス、また後でね。うん、また後でね。
バイバイ、お兄ちゃん。罪な男やで。レニ、織姫。はぁ、スミレ出てきてくれんかなぁ。どうしよう。スミレ？わからん、ピンとこん、あ、遊戯室とかワンチャンあるのか。あ、サロンとかなぁ。サロンか。サロン、ちょっとスミレのイメージ強いな。ここでよく紅茶芝居とるよね。いないんかい。ここには誰もいないようだな。よし、問題なしだ。見守り続け、マジかー。貴重な5分が。直で行ってみる？おったら儲けもんやけど。考えつかんしな。舞台おらんかった時点でもうわからんもんな。すみれくん、部屋に戻ってるかな。うん、来たんじゃない？来たわ。まあ、注意。いかがなさいました？私にゴーですの？ああ、夜の見回りだよ。それと、すみれくんに来たいことが、あ、もう行くの、それ。来たいことがあってさ。イベントの一節とかもないんだ。まあ、そうですの。では、立ち話もなんですし、どうぞお入りくださいな。簡単に入れてくれる。ちょっと内装変わった？こんなやったっけ？それで、私にお話とは、どのようなことですか？ああ、もう直で行く。結婚について、考えているんだけど、俺一人で結論出すようなことでもないし。ドプロポーズやん。このスミレいいっすね。まあ、注意。いきなりですわね。でも、結婚について考えるのは大切なことだと思いますわ。そうなんだよ。俺も総合エースになったし、前向きに考えようと思うんだ。勝手にどんどん上がっていくな。注意、わかりました。神崎すみれ、真剣に考えさせていただきます。ありがとう。いい考えがあったら、俺の部屋まで来てくれ。この言い方で気づいてくれるかな。あれ？私勘違いしてますのって。ならわな。はい。では、私、実家に連絡いたしますので、下の電話室よ。おいおいおい。進んだぞ。縁談が進んだ。あ、俺ももう行くよ。見回り続けないといけないからね。では、注意、行ってらっしゃいませ。お気をつけて。あ、それじゃ、すみれくん、また後で。おいおい、大変なことになってきとるぞ。下の、ここかな？電話って、またそこ行けば会えるかな？どうしよう。コーラン、言うてコーランそういうほどそそられてないしな。パクラのとこ行ってみるか？下がったっきりやしね。なんなら今一番低いの桜なんじゃない？桜くん、部屋にいるかな？おる？おる！はい、何ですか？ま、結婚の話出しとけば無難に上がるやろ。あ、大神さん、夜の見回りお疲れ様です。桜くんの部屋は問題ないみたいだね。ところで何かしてたのかい？普通に邪魔やろ、こんな見回りとはいえど。はい。今度の舞台の台本を読んでいたんです。昭和る。なんか、性格の悪い役やったよね。確か、桜。そうか。なあ、桜くん、ちょっと話をしてもいいかな。部屋に入れてくれるか？うん。はい、いいですよ。どうぞ、お入りください。それで、お話って何ですか？ああ、実は、結婚について、ちゃんと考えようと思ってさ。勝手に上がるやつ。え、結婚ですか？大神さん、私とでいいんですか？これはちょっと大神の方もピンと来てもいいな。あ、バカたれ。なんでこいつこんな鈍感な？ずっと。あ、もちろん。
さくらくんに話が聞きたくて会いに来たんだから。もう言い方ももうどんどん勘違いさせていく。私まだ結婚のことは、でも、あ、そうだね、いきなり聞いてもわかんないよね。すごい、すごい、なんかもうなんか夢心地の顔しとるな。ちょっと考えといてくれるかい。また後で話を聞くよ。はい。それじゃ俺はもう行くよ。見回りを続けないとね。私も行きます。ちょっと忘れ物をしちゃったみたいで。夜風に当たりに行くんかな。ああ、それじゃさくらくん、また後でね。全員とやっといた方がいいんかなこれ。結婚の話。なんならここで完結させんなんとかあるんかね。マリアに後で聞きに行くわみたいなこと言ったっきりやしね。どうしようかな。スミレの電話室ちょっと気になるけど。え、来賓入り口みたいなとこでいいんかな。あれ？なくなっとる。電話、事務局行ったら、ここでもできるんかな、もしかして。まだ残業中やろ。そうそう、この二人。